フェノスカンジアフェノスカンジアは地理的かつ地質学的な用語である。この語が指す地域はスカンジナビア半島、コラ半島、カレリアおよびフィンランドである。この語は1898年にフィンランドの地質学者ラムセイが論文で提唱した。この語は地質学においてはノルウェー南部、スウェーデンとフィンランド、そして ロシアの一部の規定をなすバルト縦上地とほぼ同じ地域を指している。バルト縦上地は約35から30億年前に形成され、最終表記の後、厚い表彰が溶けその重量がなくなったことによる流起が続いている。その流起運動はフェノスカンジアの流起として知られている。1902年にラムセイは論文において、フェノスカンジアの子が指し示す範囲の地域には、 地質学的なまとまりだけでなく、自然環境的なまとまりも認められるとして、自然学、地理学的な用語としても用いられうる旨を提唱した。ありがとうございます。